オルズの商品紹介になります。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、ガルシア・ミッチェルの308の、ミントインボックスのモデルになります。はい、この、ミッチェル社の308というモデルはですね、まあ同社の、非常に小さな、このような写真のように小さなスピニングリールの名品ですね。で、308と408というモデルも、存在して、408はハイスピードギアのバージョンになります。で、こちらはノーマルギアですね。で、ギアにですね、このミッチェル社特有のですね、プラマナティックの、優勢ギアが、装備されてます。で、まあ、基本的にはですね、まあ、この小ささなので、非常に渓流とか、エリアトラウトとか、細いラインを使ったですね、繊細な、トラウト用のリールかなと思います。はい。で、この、ガルシアっていうのはですね、ガルシア社自体はですね、アメリカの米国の、釣り具総合商社ですね。まあ、あの商品自体も、タックルメーカーとして出してた、大きな資本を持つ、米国の、フィッシングメーカーですね、商社ですね。で、そこがですね、あのフランスのミッチェル社の、この製品のですね、米国での販売権を、当時、獲得し、で、米国で、このような、ボックスをデザインしてですね、展開していたと、販売していたということですね。で、まあ、このロゴは非常に有名な、オールドタックルの中でもこのガルシアのフラッグロゴですね、赤の。これが非常に、映えております。で、このボックスも非常にまあ、この台座がですね、ミッチェル社の、リールのこの、はい、パッケージとして特徴があって、まあ、なかなかね、この、台座まで、綺麗に残っている状態。まあ、多少ダメージは出てるんですけれども、残ってて、まあ、本体も非常にミント品ですので、貴重な、個体かなと思います。まあ、状態自体はですね、もう、あの、リール自体は非常に良好、ミント品ですので、傷とか目立つものはほとんどありません。まあ、あの、触ると、まあ、やはり、ちょっとこう、指紋が気になるぐらい、非常に良好な状態ですので、まあ、あまりこう、そっと、ご紹介をしてますが、一応このハンドルがですね、これ内側に向くっていうのが、あの、ことができるこのミッチェルのですね、特徴があります。で、これも収納の時のこのような形で内側に入れます。で、ここの部分の、部分をスライドして、バネによって、このような形でハンドルが持てています。で、この動きが、プラマナティックの、独特の動きですね。上下をするだけではなくて、上下をしながら細かくこう、さらに大きく上下をするというような形の動きが特徴ですね。はい。まあ、動作も非常にスムーズです。はい。で、ベールベールも非常に、状態良く、もうメッキ等も非常に良好ですね。で、スプールはですね、これアラージアーバーのスプール。で、こちらに、スペアのノーマルアーバーのスプールが付属をしております。はい。まあ、あの状態としてはですね、もうミント品です。で、箱が、やはりこのような形で、エッジの部分とかのハゲであったりとかダメージは多少出ておりますので、まあ、保管による、まあ、多少の外箱のダメージですね。で、この、説明書も付属します。説明書はですね、まあ結構あの英語なんですけど、ページ数も非常に多くてですね、中を見てもいろいろな当時の写真ですね、まああの、トゥースプール書いていたりとですね、そのもの、製品の使い方とかですね、ロッドの装着した仕方とかですね、内部ですね、このような形でギアが入っております。使い方の写真とか、非常にまあ、あの白黒、モノクロなんですけども、写真と、大きなページですね。で、他のモデル、当時のラインナップしてたモデルも出ております。結構読み応えがある、見応えがある、説明書が付属をしております。まあ、このような状態で、残っている、個体も非常に
希少かなと思いますので、まあ状態が非常にいいリール本体と、セットするオリジナルボックスと、ペーパーですね、お探しの方はぜひご検討いただければなと思います。よろしくお願いいたします。